今朝も寒かったです。そしてジャン君とポンちゃんは安価の上に寄り添って外を眺めています。これを外から見たい。外から見たら可愛いぞ。これ可愛い。ジャン君、ポンちゃん、一人ずつのは見たことあるんだけどね。ほう、二人並んでるの見たいよね。しかも朝顔の葉っぱの隙間から見えるんだよね。かわいい。はい、映像には捉えられませんので皆さんも想像してください。かわいい。はい、二人ともこっちを向きましたって言ったら近づいてきちゃったよ。はい、はいはいはい、はい、あ、ぽっちゃんはラッキー、安価独り占め。いいね、ポンちゃん。ポンくん、いいね、ポンちゃん。はい、ポンちゃんは、なでなでの方が良かったね。うん。うん、本当だね。よしよし。よしよし。くしょ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 。はい。はいはい。クシュクシュクシュ。はい。はい、おはようございます。はいはい。おはよう。仲良し。はい、ポンちゃんもいい子だね。ポンちゃんのお尻のあたりは冷たそうだね。そうか。やっぱりちょっと大きめを買った方がいいのかな。そうなのか。でも小さいから仲良くくっついてて、あの、可愛いのか。うん、仕事の机も考えないと。このあと同じ高さのこう20センチ幅のがあるとちょうどいいんだけどね。このぐらいだからそんなものは何にも使えないけどね。そのうちね。ポンちゃん、ちょっと寒くなってきたせいでポンちゃんもジャン君も少し丸みを帯びてきてるかなと言っています。今ちょっとそうでもなく見えるね。朝とかね冬毛になって丸くなっている感じがします。はい、ジャン君もね、よいしょ。まあそんな風でもないかな。寝起きだからかな。じゃあ、はい。